ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。え、声のアンカーマンは産経新聞論説委員の山上直子さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい、東京以来の受験問題から、うんえー、見極めたい三つの問題が見えました。はい。うんとこれはね、 ですねこれ木更木千里さんからもご意見届いているんですけれども、はい、男女間の合否で不正があったということを聞きますと、うん、確かに医学部は難関で人の倍以上勉強しなければ入れないイメージもありますしかし入試で、うん、女子や何回も浪人している人に対し採点を低くしたり裏口入学を認めたりと、うん、今の時代にはありえないだろうということが、うん、今も行われているということがまず驚きです。うん、一体どどううししてこここここんんなことが起るるのかか背景はどこにあるんでしょそ、うんね、それ,それこそあのみ まずみあの3つの問題があってそれを一つ一つその種類が違う問題なのでそれがこの今回の事件にその重なって集約されている部分があるので一一つ1つの問題点を見ていく必要があると思うんですね、はい、でもそもそもこの辺の、ね、発覚した発端は文部科学省の前の局長が自分の息子を裏口入学させたのがバ、はい、レたっていうところかな で、ね、便宜を図る見返りとしてということですね。いわゆる裏口入学ですね。はい、で、それがあのまああのそもそもね、そのお金を出して便宜を図ってもらうっていうのは今までもよくまあよくではないですけど耳にしたいんですよ。それが自分の立場を利用して。 っていうところがまちょっと言語道断なあの。これも人としてどうなのかっていう問題はありますよね？まあ、それは置いといて、今度はそのそこから出てきた東京医大の受験の問題なんですね。で、内部調査をすると、次々と不正がいろんな不正が明るみに出ました。はい、で、まずそのえっと論点はいくつかあるんです。けれども、一番ままずは女子ですね。 女子の、えー、と入学にがあの要は、えー、と全員一律で減点した上でプラスを現役の男子にはプラスしていたんですね。はい、で3労までにはちょっとだけプラスしてって4労以上と女子にはプラスをしなかったという。 問題なんですね。かなり勝手なこの判断基準でで。で、こういったいどういう基準で読んで。んあの、ね、結局いろんな計算をして。で、あの女子の合格,合格率の割合が、このぐらいになる程度にしたとしか考えられないんですね。逆算の方法でやってたってことですね。はい、で、あの、その女子を抑えたっていうところに、まず。その医者の職場問題というのが、裏、表裏があるんですね。なかなかその女性が活躍する時代と言われながら。 その医師の現場は労働時間が長くて厳しくて。で、女性がその結婚したり出産したりしても、ずっと働き続けられる環境になかなかなっていないという。労働働き方の問題が実は隠されているわけですね。はい、で、まあ、これを一つ目の問題とします。女性と働き方の問題ね。二つ目は受験問題が受験受験が公平でなかったっていう。う 根本を受験の根本を揺るがすような不正があったという。これが二つ目の問題です。フェアでないということですね。三つ目は、金銭の授受があったという。これは金銭問題ですね。これはまあ大学側のモラルと、それからまあお金の問題ですね。まず この、あの普通に考えても、えー、っと、おかしいという三つの問題が。重なったのが、今回の東京医大の受験問題だと思います。で実はですね、このあと、あのタレントのね、十三年西川先生っていらっしゃいますよね。はい、がテレビで言ってたことが話題になりました。あの、どういうふうにおっしゃったこと、当たり前ですって言ったんですね。あの、どこにでもありますよ、こういうのは。男女同、だって、男女同数にすると。 医者は眼科と皮膚科ばっかりになりますよ。これが実用ですと。実際そのジャゲカでね、男性の大腿骨をね、女性をがね持ち上げるのはなかなか難しい。うーん体力的にも。男性と女性とその医者でもやっぱ役割がありますと。はい、できることとできないことがありますっていうことを言う。 たんですね。で、それリアルで聞いてたんですけども、えー、これが正直現場の意見だと思います。とても正直に言った、はい、だって、あのじゃあ実際それ数字でね。裏付けされるんですよ。あのね。女性は医者の全体の今21%ぐらいなんですね。21%で5人に1人です。それでも最近増えたよね。 それ女医さん増えてますよね、ねあ女性のお医者様、ね、かかりつけでもね、女性の方で伸びてもらうこと増えました,、うんましたね、うち途母の主治医も女性ですしね。はい、あの、あの増えたなと思ってましたけど、でもまだ二十一パーセント。うん、ですねで。ところが、皮膚科はどのぐらいだと思います?。皮膚科の女性の割合。ああ、ぐっと上がるんでしょうね、きっと。四十七パーセント。二人に一人が女性なんです。倍以上になるわけですね。うん、で、じゃ、あ眼科は。 眼科眼科の先生も女性で多いですね。三十八パーセント、三人に一人以上が女性なんですね。はい、じゃあ外科は？外科、うん、となるとこれ減るってことですよね。六パーセント。あ、本当に減るんですね。減るんですね。十人に一人いない。そっか。二十二に一人ぐらい？ 西川先生のおっしゃってることっていうの、うんま、さに数字で裏付けられてるんんでですねでなんてかというと皮膚科とかがん科っていうのは緊急事態で呼び出されるとかあの救急で、えー、呼び出されるとか宿直をしなきゃいけないとかそういうのとはちょっと違う働き方ができる カーなんですねしかも自分で医院を開けばその診療時間内で済みますし、はい、あの女性ににとっては働きやすい選びやすすいいい選びななるっていうことなんですねでも世の中あのそうはうまくはいかないですよね緊急性の多いところにやっぱりお医者様っていうのはたくさん欲しいわけですから、はいえー、っていうことがまず背景にあります。 でね、あのちょっと話がだ私があの京大の京都大学にあの大学の記者クラブっていうのがあって京都の,あの,つあの主局時代にそこの担当してた時があるんですねでそこはその大学関係者のがよく来て話をしていくあのスペースでもあってで当時15年ぐらい前ですけれどもベテランの女医さんが来られてですね 医者が極めて不足すするんですよだから女性が働きやすい、うんえー、医療の現場の改革しないといけないっていう話をされたことがあって私あそうなんだと思って聞いて取材をした覚えがあるんですね。はい、でどういうことかというとその15年ぐらい前には女性の,その医学部志望者がどっと増えてたんですね専門的に。でやっぱり優秀な女性が多かったんだと思うんですね。そそそれがそのままそっくり 医者になって10年後に適齢期で結婚して子供を産んでって30代になるわけですね、うんはい、そうすると働き続けられないからどっと医者が減るって言うんですよねあそういう計算なわけですね、えー、そ,うそういう計算があって15年ぐらい前に10年後って変なことになるから今から何とかしないとって言ってたのが多分今の現状ところが言うほどそうなってないなと私思ってたんですよ、うん ささんも増えててるるかから解消れのなんとかなってんのかなと思ってたら入る前に絞ってる大学があったということでこういうことだったのかと思ったんですね。 の仕方としてでもそれは順序が違うでしょうってことですよねそういうことがその私がその教えてもらった女さんが言ってたように10年15年前に手を打っていればもう少し今は違ってたし大学もこういうことすることなかった、はい、じゃあなんで東京医大がこういうことしたかっていうと系列の自分たちの病院に卒業生を送り込むわけですねで例えば男女同数で送り込んで10年後に女性が結婚出産で やめていったときに困るから、それで困るからじゃあ入り口絞ろうっていう、はい、極めて勝手で自己中心的な判断で、えー、しかも女子は通りにくいですよってことをオープンにしない、極めて不公正でアンフェアな試験のやり方をしてたわけですね。ここが問題なわけですね。そうなんですね。だからいろんな問題があるんですけれども、しかも東京医大の独特の問題があるんですけれども、ただ。 あのやっぱりもっと根本的に、えー、女性が医者になって働き続けられてでどんな科でも自分がこれを専門にしたいと思える科を選べるような体制を作ることがまず大事なんですよ、ねうん。優秀なお医者さんっていうのは私たちすごく必要なわけですもん,、ね、そ,うんすそうなんですよね。もうそもそも根本的なところで間違っているし10年前にも間違ってたわけですね。間違ったままその数の修正だけをしようとするしてここまで来た結果こういうことになって で、あのまあんまり言いたくないですけれども、東京以外に限った問題ではないんじゃないかなという気もしてます。はい、これからもっと調べないといけないし、私たちはもっと厳しい目を持って、えー、見ないといけないかなと思いますね。でもこれ多分氷山の一角で、先ほどで話じゃないけど、パンドラの箱、医学界の闇のパンドラの箱を開けたのかもしれないなと思っています。アンカーマンの目でした。